お待たたたせいししました今日のこのこ会見はシリーズ新型コロナ対応最前線は各区市町村でございますけれども、まあ、そういった自治体で独自の政策を講じてきたいろいろな首長さん市長さんとして今日は杉並区の田中良区長をお招きいたしましたこの間の取り組みとか今後の課題についてお話を伺いたいと思います。 えまず田中区長をちょっとご紹介いたしますけれども1960年生まれ杉並区生まれで杉並区育ちということで明治大学をご卒業後テレビ東京にお入りになってその後1991年に杉並区議それから1993年から東京都議ということで連続5期で都議会の議長も務められました2010年の7月から杉並区長に当選なさいまして現在 3期目でいいらっしゃいます、えー、杉並区では、まあ、3月19日を境に感染者数がもう急増いたしまして私も杉並区の住民なんですけども本当にこれでいいのかと思いましたらもう素早く動かれて4月中旬にはまあ補正予算を組みそれから発,発熱外来センターなどもいくつか お作りになりましてまあそういったところを素早い対応というのを今日はぜひ伺わせていただきたいと思います、えー、申し遅れましたけど私は当日本記者クラブ企画員の TBS 川ドでございますよろしくお願いいたします、えー、お話を伺う前に、えー、今日の進め方についてちょっとお知らせしたいと思います、えー、感染拡大防止の観点から会場の参加者は40人に制限させていただきました また事前に申し込まれました日本記者クラブの会員や記者の方にはズームを使ってライブ配信をしておりますそれから今日は資料をお持ちいただきましたけれどもその資料はオンライン参加をしている方にはあらかじめ日本記者クラブからメールで資料をダウンロードするための URL を送っておりますそれをご覧ください それから質問方法なんですけれども、今日は会場の参加者とオンライン参加者の双方から質問を受け付けることになっております。これは後でご説明いたします。それでは早速始めたいと思います。まず田中区長からお話を30分ほど伺いまして、その後質疑応答にさせていただきます。ではよろしくお願いいたします。杉、はいえー、並区長の田中亮でございます。 本日は日本記者クラブにお招きをいただきまして誠にありがとうございます座らせたままでお話をさせていただきますのでどうぞお許しいただきたいと思います本日は自治体のコロナ対策の奮闘というテーマでお声掛けをいただいたわけでございますけれども地方自治体の長として地域医療の崩壊を食い止めるために 区民の命生命を生活を守るためにままあさざまな日々戦いを続けてきたということはございますまあその一端をお話をさせていただくことにいたしますまず水並区における新型コロナウイルス感染症の状況を遡ってご説明をいたしますパワーポイントをご覧いただきながらお聞きください 東区では2月18日に区内の厚生病院というところで初めての陽性者、実はの区外在住の入院の方でございましたが、確認がなされました。で、当時は都内でも陽性者はまだわずか25人というような状況でございまして、対策のノウハウも蓄積をされていない中で、病院はまあ新規入院、 外来診療を停止いたしまして、まあ、懸命に感染拡大防止の対策を講じたわけでありますで結果2月末までに、まあ、院内感染は、まあ、たった2人看護師さんと当初入った病床病棟のその大部屋の患者さんに1人感染をされたということで、まあ、2人で その院内感染を食い止めることに成功したということでございますその後も職員などの PCR 検査健康観察などを行いましたけれども、まあ、結果として2人にとどまったということでございますその後区内の感染者、まあ、ほぼ1か月近くですね100 100件以上の検体を検査に出していたんですけど、いずれも陰性でありました。えーまあ、比較的私も、まあ、まだ大丈夫なんだというふうに思っていたんですね。まあ、ところがあ、3月の19日という日を境にして、まあ、一気に陽性者が溢れ出るようになったということです。 で、実際に一番多い時に1日18人の陽性者が確認をされるということがございました。もう、その感染拡大のスピードが、まず、まあ、外国で武漢の例ですとか、スペインだ、イタリアだ、あるいはニューヨークだとかっていうような報道はされておりましたけど、実際に、あれほどのスピードで2倍、3倍と感染者増が 起こるということは、まあ、本当に戦慄が走ったというのが正直な、今振り返ってもその時の気持ちです。で、まずそんな状況の中で、区内の医療機関から、この医療崩壊を予兆するような支援要請が飛び込んできておりました。それはあのマスクの供給 要望ということでありまして。まあ、あの、区内の医療機関では2月に入ってからすでにマスクの安定的な入手が、まあ、困難な状況にあったようでありまして、まあ、区内の機関病院の一つは、2月の中旬でもうお3月の20日ぐらい、つまりもうあと1週間ぐらいでですね、えー、もう病院からマスクがなくなってしまうと。で、なかなか <laughs> 入ってこないということで、 その窮状を訴えられました。まあ、そんなことが医療崩壊の前兆としてあったということです。で、これはの、例えばその時点で、当然、監督官庁は東京都ということになりますから、まあ、東京都にもまあ要請をしておっただろうと思うし、あちら、こちらから東京都にも情報が入ってたはずだと思いますけれども、全くその後手に回ってたのは事実で、えーまあ、知事が、 メディアに出て確か20万枚マスクを緊急に供給しますなんてことを言った時点がありましたけどその時の東京都全体で20万枚っていうのは一体どういうことだったかっていったら、まあ、大体200床ぐらいの病床の病院が1日に消費する通常マスクっていうのは1000枚ぐらいだそうでございましてその1日1000枚消費していく病院にですね たった3000枚送りつけただけなんですね。だから全く何の対策にもならないような話なんですね。まあそういうような状況が実際にあったということです。で、私どもはもうその時点でマスクだけは約80万枚備蓄をしていましたので、すぐに区内の必要なところには供給体制を取っていきました。えー <coughs> 同じ頃にですね、区内の機関病院からは、まあ、より深刻な急場を訴えられました。まあ、新型コロナウイルス感染症の指定医療機関というのは、杉並区内にはございません。東京都は指定医療機関、確か15指定しただと思いますけれども、まあ、それ以外の民間病院は、いわゆる協力医療機関という形でいくつかが、 まあ、そういう位置づけをされている。ところが、それは、どこにあるのか、全くオープンにされてないので、えー、自分の区内のことしかわからないというのが、まあ、実情で、えー、今でもですね、行政は、各自治体は、ほとんどそれに近いと思いますね。病院同士の、その、ネットワークで、えー、その、どこの病院にコロナの病床があるというのは、あようやくう、作ったようですけれども、 保健所にはそれはつながってませんので、えー、陽性者が出たときにどこに入院をっていう判断を保健所でするときにですね全くうそういう情報があ正式には寄せられていないという状態つな、まあ、がるつながるとかって、まあ、あの東京都もよく言うんですけど実際には全くこう不便極まりないという実情があるということがございます。そ、えーまあ、そもそもが うんこの感染者、陽性者っていうのがあいらっしゃったときには、基本的には指定病院にあの搬送するということが、まあ、基本だったんですけれども、だんだんそれが追っつかなくなってきたというのがあ状況で、そのだんだんというののスピードも非常に速かったあというふうに思います、まあ。おそらく指定病院も満床で、で軽症者、 また中等症者の対象である地域のいわゆる協力病院、医療機関というところにいきなり重症者が運ばれてくるというような状況が、まあ、起こっていたということでございます、えー。そうなっていくとどういうことかというと、まあ、陽性者のゾーン、それから安全なそのコロナと関係のないゾーン、 そこに疑いのある患者さんが入ってきた時のゾーン。まあ大きく言うとその3つのゾーンが必要になってきて、スタッフもまあ厳密に言えば3つの体制が作れるのがまあ理想ということになりますが。まあその繁栄としてはですね、通常の外来がどんどん減少していく。あるいは通常の医療として行えるいろんな 手術オペができなくなくるそれから、例えば ER に陽性の疑いのある患者さんが運ばれてきたときには、その患者さんの処理が終わって、消毒が済むまで、他の救急患者を受け入れることができないというような状況が発生します。まあ、そういうようなことで、区内の医療機関で救急がストップしたということが、何度かありました。それから 避けたいところですけれども、院内感染も発生をします。と、院内感染を発生して、そこに濃厚接触者という医療従事者が特定をされてしまうと、まあ、十数人、その医療従事者のスタッフが病院から抜けていかざるを得ない、まあ、そのことで夜間の救急が受けられないという状況になった病院もあります。 まあ、つまり、現場が非常に逼迫、切迫するという状況になっていったということがございます。で、同時に、そういう状況というのは、病院の収益、これを著しく悪化させるということになります。ですから、杉並の場合は、その基幹病院のモチベーションとしては、な、ま、ん、あ、とかこのコロナの急増に対してですね、 立ち向かって、えー、体を張って頑張っていきたいというふうにモチベーションは高いんですけれども、ただその反映としては病院の経営が著しく圧迫をされるという現実問題にま直面するということになりました。まあ、そういう窮状をまあ訴えられるということでございます。えー、まあコロナに立ち向かえば立ち向かうほど病院経営が苦しくなると。 ということでございます。まあ、どの程度苦しくなるかということでございますけれども、まあ、例えば1億円とか2億円毎月減収になるというようなことでございます。で、こういうような最前線の病院の休場ということに対して、国も東京都も打つ手が非常に遅かったということは言えると思います。 じゃあ、それを出して、その病院の医療崩壊が起こっている現実を見過ごしていいのかということになるわけですが、まあそこは、私の当時の、今も変わりませんけれども、当時専門家の方々が盛んにメディアを通じておっしゃっていたのは、オーバーシュートの前に必ず医療崩壊が起こるんだということを繰り返し 言われていいたと思いますで。私もそれをきちっと聞いておりましたので、まさに今、杉並区内で病院の最前線で起こっている状況というのは、もうこのオーバーシュート、一歩手前の医療崩壊が始まった状態こういう認識をまあ持ったわけでございます。まあ、一方で地域の開業医の先生方も、これもまた、あ だだんだんですね、まあ、コロナの疑いのある患者さんがどんどん外来に来てしまうということである意味でその開業医が自ら感染するそこのスタッフも含めて院内感染あるいはそこに来る患者さんの院内感染に危険にさらされるという日常になってしまったということがありですね、まあ、そこからは何としても 発熱外来を集約化してほしいという要請がありました。で、そういうことを受け止めまして、その代わり、応分の負担で、ちゃんとマンパワーとして、医師会も協力してくださいよということで、PCR センターという形で、基幹4病院に発熱外来を集約すると、そこに医師会のドクターが出向いていって、それで対応していただくと。 こういう形スキームをまあ作ったということでございます。<coughs> えー、そういう,ふう状況の中で、えー、私どもとしてはあ対策としてまずこの医療崩壊を防ぐと。 いうここことととがあ最も大事なことだとこの医療崩壊をさせてしまったら本当にですね、えー、イタリアとかスペインとか、まあ、ニューヨークとかいろいろ報,報道で私どもは聞いていましたけど本当にこの東京がまた杉並区がああいう状態になっちゃうんじゃないかなとこういう戦慄が走ったのを、まあ、非常にいい印象に残っているわけですそこは何としても食い止めなきゃいけないというふうに思いました。 で私どもにできることということで、えー、早速、まあ、補正予算を編成してとにかく、まあ、区内のコロナの対策をやってくれる手を挙げてくれた病院に対してまず経営の心配をさせないでその医療に専念してもらえる環境を作るということで、まあ、病院に直接 区の財政をを投入しししていいくという選択をしましたで病院の支援ですね今まさにあの並行的に、えー、この国の方でもあるいは病院の関係者とかいろいろ議論をしているようでありますけど例えばですね平時の際に我々があのー、例えば何かの建物学校を建てるとかあるいは体育館を建てるとかっていう時に、まあ、入札をやりますがあその 見積もりの積算をですねやっていく労務単価がどうだとか資材がどうだとかそういうようなことで積み上げてだいたい何歩だっていう積算価格を、まあ、設定するんでしょうけれどもそういうようなやり方で、えー、この病院の今このコロナの対策に、えー、この関連している病院のその経営の窮状を 助けられるよううななスキームといいいのは、は私どもは見出せなかったた。んですね。いろいろやりましたマスクだとか防護服だとかあるいはいろんなことをやるのにみんなもうあの必要なものをどんどん上げてくださいと言うんだけどそういうようなことを積み重ねて補助額を決めたとしてもそれが病院の経営を支えることに直結しないと。 こういうことがありましてどういうやり方でこの病院の経営を支えていくかということをいろいろ考えましたで区内のまあ基幹病院4つほどありまして、まあ、大体その病床数全部足すとですね、まあ、1個分の都立病院ぐらいの病床になるということがあってそれで包括的なこの経営支援をやるという以外に方法はないだろうと。 いうことでまあ大体それぞれの病院のまあ過去3年のこの事業実績ということをの平均をきちっと見てそれとその減収した分の穴埋めをまあきちっと支援していこうというような大体ザクッとした説明で言えばそういったそこで いろんな必要なものは、その包括的な補助額の中でやりくりしてくださいと。それから、後々必ず国や東京都の方も、きちっとお、その支援策が出てくるだろうと。まあ、十分かどうか分かりませんけど、必ず出てくるだろうと。おその出てきたときには、そういった支援と重複する部分については、後できちっとバックをしてください。それから、包括支援を入れた限りはですね、 きちっとこちらで監査をやらせてもらうという形を約束してもらってですねで22億強のお金を4つの病院に4月から6月までの3か月入れていくということを決定したわけでございます今時点において言うと病院のまあ各月の決算が大体2か月ぐらいかかりますので今の時点で言うと大体4月の 大体いいこの決算ベースに合わせてまあ大体予想とどうだこうだっていうようなまあ実際の数字のこの検証ができるということなんですけれどもまあそのお金は2回に分けて病院に投入するまあだからその短期間ではありますけどまあ半官半民の経営状態ということにも言えるかもしれませんけどまあ,あそのうんそう。 そうですね、まあ完全な公営化ではもちろんありませんけれども、うん、一定期間このコロナの対策という形でのまあ、あ反公営化みたいな感じですかねというような形で経営を支えるという形の選択をしたということです。うん、それから、<coughs> まあ病床数の推移としては今、パワーポイントでご覧いただいてますけれども、まあ、そういうことという状況であります。えー、最大で79床まで、えー、最初は2床ぐらいでしたからあまあ最、最大の時に79床まで合計で整えたということあります。それから、あ まあこの間ですね、一つ私があの問題を提起していたことがですね、えー、自宅療養者のまあ推移についてがございます。で、あの実はあの、3月の下旬からご存知のように4月にかけて感染拡大がずっと進んできた。たたびたびですね例えば都知事は あもう毎日のように、まあ、メディアに露出して例えば2000床お病床は確保しましたとかっておっしゃってるんですけどその2000床がどこにあるんだということは全く闇ですよねで一方で自宅療養者は何百人と毎日感染者の数ぐらい増えていくわけですところが自宅療養者が何人いるかっていうのは全く <laughs> これはあの説明がないというような状態があってこれおかしいじゃないかと。 もう少しちゃんともうなんうですかあの透明化するべきじゃないのかというふうに私は思っていましたけどこの間その自宅療養,療養にというか自宅待機ですよねもう15の指定病院が満床になる民間の協力病院に軽症者と中等症者だと言われてたところにどんどん重症者が 流れてくるようになるで。そこも入りきれないから、結局自宅に待機しててもらうしかないという状況になった人たちを自宅療養者といって、突然自宅療養者というのがいつの間にか出てきてですね、それがいつの間にか何百人もいるという状態が、まあ、あの、出現したということがあります。で、これをどうするのということがまずありました。で、 まあ、国からいろんな通知が出るんですけど、この自宅の人たちに対する対応っていうのが非常に分かりにくかったということはありますで。どういうふうに分かりにくかったかというとですね、入院した人はあ2回連続で PCR 検査で陰性にならなければ退院させないというのが一つのルールとして言われてた。で入院できない人はあその14日経ったらですね、えー、もう症状がなければ PCR 検査をしなくても観察を解除していいとそれから途中でそのホテルというのがまた出てきたんですねでこのホテル最初に病院からホテルに転院をさせるということを東京ではやりましたそれはそれ自体その病床を空けていくという意味では私は有効だというふうに思っていましたけれどもあのその転院させるときにですね、えー、自衛隊に防護服を着せて 退院をさせましたですよね。で、そのそんなにそんな大変な防備をしながら、あ、退院させてホテルに入所させていた人たちは、ホテルからこう退所させるときには PCR 検査もなくですね、どんどん出していってるっていう現実がありました。だから、そのじゃあ防護服と自衛隊っていうのを見せといて、それで出るときは PCR 検査もしないでどんどん 出していいるという現実ですねそれにはなぜそれがあの入院の人と違ってそんなことがあ,あるのかということの説明もオフィシャルには全くなされないなし崩し的にどん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 ことが起こっているというような状況があったので、えー、まあそれに対しては国に対してもあのちゃんと PCR 検査をしなくていいという 判断をするならちゃんとエビデンスを示してきちっと説明なり連絡を各自治体にする必要があるしそうじゃない限りは入院と同等の扱いをきちっとしていかないとわからない現場が混乱するよということで随分言いました。まあ、結果的には月には入ってから各国のいろんな エビデンスを示して厚労省の方うからもうその最近はもう10日で症状がなければです、ね、もう観察を解いていいよ職場復帰していいよというようなことも連絡を受けているんですがこの間です、ね、そういったこの自治体に対するインフォメーションというのが非常に分かりにくかったということで現場が混乱をした。 いいう実情がございます、えー、それから例えば公表の仕方もですね、えー、例えば重症者あ重症重篤何人大体いつもこれはあの4月ぐらいの時には30人とか40人とか50人とかっていう数字だったと思いますがそれから軽症者ぽ中等症者1500人とか2000人とかって、まあ、こういうふうに、えー、あれしてるんですね。ところがその軽症者を 自宅とかホテルだっていう話にしてるわけだから軽症者ポツ中等症者っていうカテゴリーで全部くくっちゃうっていうのは非常に乱暴な私は印象があってその重症者重篤者っていうカテゴリーは理解できるでそこにまあ軽症者ポツ中等症者それ以外の全ての人っていうふうな発表の仕方しかまし、あ、か東京都はしてなかったんですよね。 まあ、その厳密に分けられない世界があるというのはあの理解しますけれどもあまりにも大雑把すぎてでそういう分け方の中で実は入院,に入院にできないあふ、えー、れてしまった自宅待機者の人たちがその発表の中で、まあ、悪く言えばあ隠蔽されたというような状況があったというふうに私は思うのでもう少し丁寧な 発表の仕方っていうのはあってよかったんではないかと今後はまあそういうふうにできればしてもらいたいなというふうに思います。<laughs> それからそのホテルということをちょっと触れましたけどあのホテルもですね当初ホテルができたよっていうことで陽性の判定を受けていきなり軽症者でもうホテル直行と。 いうことを期待したんですけど実際にはあのホテル療養を進めていく上で最初はですね誰も入らなかったですね最初の2日3日ぐらい誰もその陽性者でホテルに行く人はいないつまりあの感染症としてきちっと入院勧告をしてですね それで、あなたは隔離が必要な対象になってるんですよと。ですから、ちゃんと入院をする必要があるんですよという入院勧告をして、そして、まあ、臨時的な、例えば医療施設というふうにホテルを位置づけて、そこにあなたは入んなさいというふうに言えればいいんですけど、当初はですね、その当事者の選択性だと、任意だという形が示されていたので、 それ任意であればですね、自宅にいたいという人が圧倒的に多いのは当たり前の話で、誰もホテルに入るなんて人いなかったわけです。で、それを、まあ私はかなり強く、都の担当者には言いました。こんなやり方をしてたら、何億何十億かけてホテルを抑えても、誰も行く人間がいないじゃないのと。このままじゃ失敗するよということで、とにかく、杉並区だけでも私の責任で、 入院勧告をおさせてもらうよということで、まあ、入院勧告をそういう形でホテルに行かせる人に入院勧告をしたらあ違法だとおダメだと言うんだったらまあこの場で、えー、破壊締めにしてくれとお言って、まあ、厚労省に呼ばれた時にそう言いましたでも無事に帰ってきましたからあの破壊締めにはされなかったんですが要はそれで杉並、えー、は全部入院勧告をして、えー、まあ 強いい形でホテルに誘導するというかなせるようにしましまたで自宅に残る人の大半はちゃんと協力して、えー、西洋に努めていただいていると思いますけど中にはですね、やっぱり、まあ、恋人がいるからって突然ですね、保健所のわからないところで、えー、宅にポーンと移動しちゃったりして、えー、全くわからない状態になっちゃうとかですね、あの中にはやっぱりいろんな人はいます。ですから 本来やっぱりきちっと隔離を徹底させるという意味では、まあそういうまあ法体系とか法の解釈っていうものがきちっと示されて自治体がやりやすいようにしてもらうということが大事かなというふうに思います。まあいろいろお話をさせていただきましたがちょっと時間になりましたので一旦ここで私の話は終わらせていただきたいというふうに思います。何かご質問があれば。 よろしくお願いしたいと思いますありがとうございました田中長ありがとうございましたまあ、本当に最前線、現場の実情を話していただきました、えー、それではこれから Q&A に移りたいと思います、えー、会場の参加者の方とそれからオンライン参加者の双方から質問を受け付けます、えー、オンライン参加者の方からの質問は会見中、この Zoom 画面に下の方に Q&A というところがありますけれどもそこから送っていただきたいと思います そしてその質問には所属先と氏名を書いてそれから質問所属先氏名を1つのテキストにまとめて送信してくださいよろしくお願いしますそして誤って氏名のみを送信した場合は再度質問所属先氏名をまとめて送信してくださいそれからお名前の読み方が難しい時はすいませんどうぞ振り仮名を振ってください それから会場の方にお願いです。挙手をされた方の中から質問者を指定いたしますけれども、近くのマイクに進み出て、所属先と、それからお名前を名乗った上で質問をよろしくお願いいたします。それでは質問の方に移りますが、えー、ちょっと私に先に質問させていただきたいんですけれども、やっぱり今、都と区の関係。 大変ご苦労されれたた話いくつかありましたけれどもやっぱりこれから都と区の関係は実情はどうなっているのかこれからどう直せばいいのかそれからさらにあの東京アラートっていうのがありましたよねあんなふうにこう一律にやるのがいいのかどうかそういうのを感じたんですけどもそこら辺はどういうふうにお考えになってますでしょうかあの私はあの時点で緊急事態宣言を国がせざるを得なかったっていうのは理解。 いた,しますただ、それは追い込まれたからせざるを得なくなったので、えー、要するに緊急事態宣言が必要になったというのは医療崩壊が起こったからの医療崩壊が起こったのでこれ以上感染者を増やすことができないとどこかできちっと止めなければならないということで、まあ、ある意味ですべての動きをストップするただ、これはもうあのご存知のように 経済破壊を伴う大変あの大きなことです。ですから本来はあその国や東京都が医療政策が後手に回ったそのことで医療崩壊があ起こりそして緊急事態宣言を発せざるを得なかったあそこにまずきちっと反省する立場に立ってですね、えー、これからのことを考えていかなきゃいけないというのが基本姿勢だと思いますけどただまあ 印象としてはですねその自分たちの,その後手に回ったことを全くこう認識していないかのようにそのこの危機をまさにその何でも自粛何でもストップっていうことをですね何の科学的根拠があるのかわからないけどとにかく危機としてその危機をあおるというような姿勢が私は知事に強く 醸し出されたと思います。私はそういうことはちょっと違和感があります。まずきちっと反省に立ってそして今日においては早く正常化していくということに力を注ぐその正常化していくためにはいろいろな工夫なり知恵が対策が必要だというふうに思いますけれどもまあまた自粛とかですね何とかっていうのはもう。 大体もう持たなないいんじゃないでしょうかね業種によってはもう3月2月から3月でもう仕事がゼロになってずっとゼロのまんまもう何ヶ月来てるっていう業種はあ出てきてますよねつなぎ融資ももう限界で8月9月になるともうアウトだという業種はあ,あります。そういういこととを諸々考えるとやはり正常化していく とといいうことを前提でやっぱり考えなななきゃならないその場合に東京都は影響が大きいです私一人が抗おうと思ってもやはり東京都がこういう判断だとなるとですねみんな右へならいの空気がやっぱり出てくるということがありますですからそこの都の,の姿勢っていうのは非常に大きいと思いますがなかなか私からすると説明がいつも足りないし。 どうなんだろうなっていう気持ちは、非常に強く持ってますね。うん、ただ、あの、やっぱり、他の、えー、県と市町,市町村との関係と違って、まあ、一つくっととっていう。特にという三段階になってますよね。ここら辺の権限の、なんていうんですか、あり方とか、そこら辺は。その不都合だとか、そういうことを考えられたことはあるんですか。うん、まあ、本当は医療崩壊、特に病院なんていうのは、あの、これはもう医療政策は。 国及び東京都です。ところが実際にそこがあその追っついていかないというような現状にあった時にやっぱり基礎自治体として、えー、まあ座して、えー、見過ごすわけにはいきませんから我々が、まあ、乗り出したということはあります。今後もまあそれはそうなんだろうと思いますけど、まあ、できれば先手を打って東京都や国の方がしっかり やってほしいなと。ただそのまあ今までいろんなことはお金の配分ですよね。うん、そのまあまず第一にスピードが大事だということがあるんですが、スピードもちょっと遅いのと、それからお金の配分の優先順位というものがなんか違うんじゃないかということは私は非常に強くあの思ってますよね。だから緊急事態宣言に追い込まれたっていうのはまずは医療崩壊が始まったから。 それをやらなきゃならなかったということであって次に備えるためにはその医療崩壊が起きない形を作ることにまず第一に優先して導入していくということが必要だと思いますけど、まあ、それがなんかあの遅かったですよねと、えー、いうような印象として、まあ、ようやくいろいろ国々にも出してきているのであのそれは前よりは。 1、まあ、一本も2本も大きく前進してるとは思いますけど、うんまあ、今後と、まあ、はそれを受けてどうするかですけどもうあんだけ自粛自粛でお金使い果たしてですねどうするんだろうっていうふうには心配しますけどねそういう意味ではいち早く補正を組まれて区の方は大丈夫ですかかか大丈夫ですすしっりりやりますからもう一つあの発電通外来とか いち早くお作りになって、これスムーズにいってるみたいですけど。普通は医師会との関係が非常に大変なんじゃないかなと思いますけども。うん、そこら辺はうまくいったわけですか。あの医師会っていう組織は。例えば、東京で言えば。医師会長の尾崎さんが。一声かければ、すべての地区の医師会が。みんな同じように動くかというと。決してそういう組織じゃないんですよね。まあ、ある意味で、まあ、一人親方が集まっているのが。 体いい開業自治体、まあ、私も実はあの医者のせがれなので <laughs> 医者の家庭のことは分かりますよただあの医学は分かりませんけど雰囲気は分かりますけど、えーまあ、そういう組織なんですね。でそのつまりやっぱりこう我々基礎自治体っていうのはあの病院との関係にしても医師会との関係にしてもさまざまな他の業界だ団体だっていう要するに一番近いので。 日頃の付き合いの濃さとかコミュニケーションのこの円滑さっていうのは都とか国とかと全然次元の違う地域の世界でまあやってるわけですね。ですからまあある意味じゃあのリアルタイムであの情報も早い地域の情報は早い。まあそこのところをまあそれも地域差がありますね。それは地域差がありますがうまくいってるところとちょっとまあ 難儀してていいるるところと、とこそれが出てくるのはまあ仕方がないかなかますね。でただもう医師会の方もやっぱりそれぞれの組織の自治体の側のリーダーシップもそうですけどそ,それぞれの医師会の中の,あの会員さんのモチベーションというのもそれぞれの地域とかリーダーによって影響されてきますんでまだそれも確実的ではないと思いますから、まあ、そういうことを前提にそれぞれの地域で、まあ、どういう形でやっていくかっていうことになるんだろう。 いいうふうに思いま,すけどまああの、うんまあ、こういう今までの平時と違う状況の時にはやっぱりそれぞれの人たちが自分ができることをおどういう形できちっとやっていくかっていうそういうところのおこの目的意識っていうかあの責任感っていうかな使命感っていうのをやっぱり共有どこのレベルで共有できるかということで 随分違っていいると思ますね開業医の先生方もいろんな人たちがいるのでいろんな科もありますし、えーまあ、コロナっていうのが永代、まあの知れないものというか徐々にだんだん分かってきたで、えー、高齢者だとかあ基礎疾患のある人たちは重症化するハイリスクがあるとただそうじゃない若い人たちはもう無症状だったり軽症で 住んでしまうっていうその八割ぐらいそういう人たちだっていうこともだんだん分かってきたということであれば、あの開業医でもあのリスクっていうのは人によって違うはずなんですよね。我々もそうだと思います。で子どもたちもそうだと思います。例えば家族に障害者が一緒にいる世帯、あるいは高齢者じっちゃんばあちゃんと一緒に住んでる場合とか、あるいは家族に糖尿だとか。 あそういう疾患がある場合とかでその抱えるリスクといいいううううのはそれぞれぞ違うだろうというふうに思いますですからそういうことも踏まえた上で、えー、今の状況に貢献できる人は積極的に前へ出て、えー、一定のリスクはあ覚悟してやっぱり前へ出ていかなきゃいけないとお立場に応じた責任っていうのはいつの時代にもあることだから。 今まさにそういう時代の中で自分たちができることをそれぞれ考えてもらうということが大事かなというふうに思いますけどね。はい、ありがとうございました、えー。それでは会場からの質問を受け付けます。ではどうぞ。フリーランスの尾崎と申しますけども、えー、医療関係のですね、この医療対策の話は先ほどお伺ったんですが。 経済の問題ですね、経済成長率は今度、年間で 5. 何下がると日本,日本が低い方ですけどね、1%下がると者失業者あ自殺者が1000人増えるとかなんとかっていう、そういうまあ説もあるらしいんですよ。だから、経済対策っていうのもです、ねまあ、医療対策と同じ次元の問題でもあるかもしれないですね、命を守るという意味では。 事業支援的なのはもう第3号補正予算と第4号補正予算に中小企業者支援とか、えー、っと廃業者への支援とかって書いてありますけれどもこの辺のところですねそういうの区内の事業者への経済的な支援その辺のところはいかがよく、はい、大,大事な視点だと思います。あのもうとにかく 自自粛自粛で、えー、それが王を引いていてます。で私はあの、まあ、よくみんな我慢してるなというふうに思いましたけど、まあ、これはまあ日本人のある意味じゃ、まあ、いい面でもあるけれども果たしてそれだけでじゃ乗り越えられるかっていうとそこはちょっとどうなんだろうという。 私はですねできるだけ正常に戻していくっていうことを基本に考えるべきだというふうに思ってますでそのためにはあ公の世界がもう少しその正常化することにきちっと踏み込んでいくその正常化する際にはできるだけのコロナ対策はあやりながらもですね やるけれども、やるときにはこういうことは注意しますと。でも、やりますよということでやっていかないとですね、あの、公がこう、萎縮をしてしまっている状況の中で、えー、民間企業もなかなかですね、えー、踏み出せないっていう空気がやっぱあると思うんですね。例えば、どういうことかっていうと、あの、変な話ですけど、あの、 満員電車をほっといてですね、なんでゴルフ場を閉鎖するのかって、科学的になんかエビデンスがあるのかって、私非常に不思議でしょうがないですよね。あの、例えば麻雀とか、高齢者の麻雀とか、これ健康麻雀でどこでも敬老会とかそういうところでやってるんですよね。で、これはやっぱりちょっと、あの、高齢者のカラオケと同じで結構リスクが。 あるかなというふうに思いますからそこは私どもも,もうちょっと今あ停止をしてるんですねところがこのゴルフ場をクローズにして、えー、そこまで自粛自粛って何か科学的に意味があるのかなというふうに私なんか非常にあのおかしいと思って見てますそれから例えばあコンサート例えばコンサートって言ったってあのロックのですね その場の空間でみんなでわわー,ーとこうノリノリでやるようないわゆるクラスターが発生するようなそういうライブハウスの類のものとですねクラシック音楽を黙って静かにマスクをして聴いてるということのリスクとですねこれ全く違うと思うんですよね。でももも一律に例えば何百人以上はダメだだとととかか全部自粛っってなっちゃうとそういうそもいのも 変な話はこの我が国も公会堂があるわけですからそこは PFI であの事業者に全部基本的には運営を任せてるんですけどそこで4フィルの講座と100人1100か1200のキャパのとこで2メートルのソーシャルディスタンスといのとると100人だと天井もこんな高くてですねそんなことをやってることが何の意味があるのかと私は思って。 あの文句言ってるぐらいですよ。それから、学校現場、これは非常にセンシティブでありますけど、例えば、これからの季節だと、今まさにプール、プールはもうほとんどの学校で今中止の流れになってますね。それから移動教室、こういうのも全部中止だということに流れてきてるんですね。で、私はまあ、教育については常日頃から金出して口出さずと。 教科書なんかまあ勝手に教育委員会から手続きを取って決めればいいというふうに思っていますが金はちゃんと出すよということで徹してやってますけど最近ちょっとやっぱり見ててですねちょっと違うんじゃないのかなと大事なことはさっき申し上げましたようにコロナっていうのがどういうものなのかをまず正しくきちっとあのインフォメーションして伝えていくそれからその上で自分で自分の身を守るっていうことに 思考をしてしてほいと。そういうことを習慣づけていく自分の身を自分で守る取り組みっていうのを自分でやっぱりやってもらうというそういう空気を醸成していくっていうことが非常にこれ教育上も大事なことで今日本の教育っていうのはあの護送船団方式でみんなでやるからやりましょうみんなでやると危ないからやめましょうこれ二者択一がないんですよ。 だけどそうじゃないんじゃないかと、プールだとか移動教室だって、もうウィズコロナというふうに生きていかなきゃならないんだという限りはですね。まあ、わかりやすく言えば、1、3密はやっぱり避けなきゃいけないなと思うけど、1密、2密は場合によっては飲み込んでいかなきゃならないっていうのがウィズコロナなんじゃないんですかと。とすれば、やっぱりそれぞれの任意で、事故の選択で参加するとか参加しないとか、 ああいうことを世帯ごとにリスクが違うんですからあのまあ世界こうどんなリーダーがもういつの時代にもいろいろ出てきますいろんな人たちがだけど自分の道を自分の判断で切り開いていくっていうリーダーがやっぱり引っ張っていくじゃないですか今みたいに五層戦団でやることが大前提だっていうのは違うんじゃないかとこういう時こそやっぱりあの 個の自立とか、個の自分の自己の責任で、えー、やるかやんないかを決めるっていうふうなボールをむしろあの投げ返していく。ただ、やる場合には我々はできる限りこういう準備はしますよで。万が一感染者が出た場合にはこういう対応はしますよ。ということをきちっと準備しておいて、やらないという選択じゃなくてやるということを前提に、えー、みんなじゃなくたって、えー それぞれの自由意志で参加不参加を決めていくんだっていう学校の在り方だって踏み込んでもいいんじゃないのかと杉並区立の地方中学校で64校あるんですね64人の校長先生がみんな右習いで同じことを決めていくもし私が子どもとしてそういう先生方の背中を見たときに魅力を感じるかどうか俺はこういうやり方でやるぞと。 お前ら自分で考えろよって言ってくれる先生が一人ぐらいいたら面白いんじゃないかなって思うんですよね私なんかはだからちょっと発想をやっぱり変えていく必要があるというふうに思いますねでそういうふうに公が変えていかないとですねもうみんな萎縮萎縮で例えばコンサートの話もしましたけど例えば芝居小屋だってそうだと思うんですよねあの黙って演劇を基本的に鑑賞しようっていう時に なんで、じゃあ、半分以下の観客しか入れないとか。やっぱり、いろんな、まあ、音楽もそうですし、あのー、演劇とか、そういうこともそうですけど、やっぱり芸術とか文化っていうのは、同じ空間を共有するところで伝わるもの、伝えられるものっていう、う世界もあるわけで、そういう部分を、お必要以上に、 科学性の根拠がじゃなくて周りがそうだからここまでやらなきゃいけないんじゃないかみたいな話で必要以上にですね自粛をしてしまう空気っていうのは私はちょっとあんまり良くないんじゃないかなというふうにむしろ思ってます。うん えー、杉並アート資金ですか、基金ですか、うん、もう早速お作りになったということも伺っています。<laughs> さあ、オンラインの方で質問が来ております。えー、時事実信の中村雅子さんから、えー、今回の経験を踏まえて、第2波へ向けてどういう備えをして対応していくのか、ぜひ教えてくださいということです、あのー。まず、基本的にはやっぱり病院の病床確保。 これが本来、東京都が東京の場合においてはきちっと体制を組むべきことだと思います。まあ、この数か月の教訓を生かしてえまあ体制を整えてきていると信じてこの病床確保をちゃんとやれる体制するそれはもうホテルの療養とかそういうことも含めてですねえそれがまず第一に必要なことだろうという,ふうに思います。 で地域、我々にとってみるとやっぱり検査の体制これを強化していきたいという,うに思ってて今杉並区はですねあの保健所からあーこう出していく検体と各病院があ民間の検査機関に出してやってる大体トータルすると1日の処理が70件程度なんですね。で私どもとしてはあそれを1日最大180件体をきちっと採取して えー、検査できる体制というのを自治体として作り上げていこうということで、今いいですね、えー。医師会や病院の皆さんとまあ,あ詰めているところですね。まあそういうようなことを考えています。はい、えー。それではもう一問ぐらい会場の方から質問がありますか。ないですか。はいどうぞ。 で小児会の原田と申しますあの今、口調した第2波の件なんですが、あのやっぱりあのシステム、体制としてはもうこの発熱外来で、まあ例えば今もう保育病院のテントなんかは摂されているかもしれませんけど、あのもし疑われる人があったらあのセンターに電話して、それでこのテントの発熱外来で調べるという、こういう体制はもうこのままずっとやるんでしょうか。それそれれが一一つつとからもうああのまあ あの経済の方の復活なんですが、あの昨日ホームページを拝見しましたらあの、テラスをですねあの、レストランのテラス席を設けれるように、道路の使用制限を緩和なさっているのを拝見して、まあ、非常にいいと思うんですけど、そういう感じでやっぱり、もっとやっぱりそのアウトドアなんかでいろいろ食べたりいろいろして、少しあの景気を回復するというようなことを、まあ、なさるわけですよね。その辺はどううでしょう あの、検査体制なんですけど、今まさにこれ議論しているところで、4月、5月、6月の体制で、機関4病院っていうところでやっていたものは、当面、まあ、継承していくと同時にですね、あの、もう少し増やさないといけないっていうのを考えてて、今、あの、医師会の所属、あるいは所属していない医療機関にアンケートを取ってですね、 えー、この発熱外来または PCR の協力をできる機関がないかどうかということでアンケートを取って、まあ、あのいくつか医療機関がうちは可能かもしれないというんで頂い,いてるんでそういうのをちょっと詰めてですね、えー、やるそれから区独自で今要するに PCR 検査っていうのはあの検体を取るっていうこととそれから 直接検査をするっていうこととあるんで、それがある意味じゃその一般、大衆的にはごちゃごちゃになってしまっているところがあるんですね。で、検体を取るっていうのは今申し上げたような形でやります。で、区としては区に衛生試験場っていうのがあって、まあそこで、この実際に判定ができるっていう、そういう形を取れるように今準備しています。で、これあの、 当初私があのとおに上がってきた報告では、うちの衛生試験場では、あこの判定ができる、そのレベルの試験場の使用になってないので、無理なんだっていう話だったんですよ、当初。なんで,で無理なのかなと思って、私直接行きまして、現場の職員とかいろいろ聞いてみたら、無理じゃないんだっていうことがなんとなく分かってきて、もう一回調査させたら、あの、 できるっていうことだったんで、まあちょっとうちの中の問題もちょっとあるんですけど、あのできるんだったら、あその PCR の判定をちゃんと自前でできるようにしようじゃないかっていうんで、これまた予算を投入してやります、それからまあ経済対策なんですが、まあ、今、盛んにあの飲食の関係、一番打撃を受けている業種の一つは、間違いなく飲食業ですよね、それからイベント関連の業種とか、いうところは被害が非常に甚大だと思います。 で飲食業の人たちも家賃を払いながらですね営業するなとか営業しても何時までだとかですね、ま、ず戦争中みたいなこうあの規制をかけられてでもうそれを法に基づいた規制であるならば、まあ、保証っていうこともついてくるわけですけど法にないような自粛要請を本当にそれで生活をしている人たちに安易にかけていくっていうようなことはもうこれ今後ですね 本当に考えないとですね。私、なんかそれを危機としてやってる姿を。あのなんか毎日毎日見るのは非常に、えー、私自身もこうつらかったし、えー、なんでこんなことになってんのかなと言って。というで非常に。私は違和感を持った人間なんですね。まあ、個人的には暇があるときに外食産業に貢献するっていうのはあの心がけたいと思いますが、今こういう状況の中で私がその辺で。 あの飲み歩いてたら何言われるかわからないですね。そういうこともあるので、えー、まあちょっとあのオぴラにはなかなかできませんがですね。まああのいろんなその今やってるのも地元でいろんな飲食関係の人たちが自主的にですね、えー、いろんなこう企画をしてで、えー、なんていうんですかねあの、えー、なんとかファンディング、えー、なんだっけ。 クラウドファンディングとかっていうような形であの盛り上げようとか商店街の飲食関係の人たちもそれぞれのいろんな取り組みを地域でやるんですねですからそういうのをちゃんと区役所としてやっぱりキャッチしてそれをちゃんとバックアップしていけとういうことは言ってましてですねあのそれはもう職員組合もおやっぱり、えー、地域にお世話になってるわけだから。 あ本当にもうその日その日の現金商売ですからね臨床業っていうのはだからそれはあの情においても実質においてもお、ね、みんなの役に立てるように、えー、頑張ってくれとむしろ言ってるんですよね私はね,ね俺の代わりに行ってくれと、うん、俺が金出すといけないけど <laughs> っていうそういう感じですかはい。うん えとオンラインでもう一問質問来ております。日本テレビのニアのめぐみさんからです。えー、PCR 検査について3月下旬から4月に入っても、まあ、政府が発表するほどには実際の件数が伸びませんでしたけれどもいわゆるつまりはどこにあったとお考えでしょうか。また PCR 検査をめぐり一番苦労されたのはどの点でしょうか。こここうういうご質問でです、うんあのー、これどこでも ままあ、いろいろろ問題になりましたですよ、ね、その,あの受けたいっていう人がなかなか受けられないっていうことででそれがまあ4日間37.5度4日間続かないと PCR に回してもらえないっていうのはこれはもうどの保健所でもあのまあそのほんと現場のことで言うとやっぱりどうしてもですね人間がやってる限り 人によりけりっていうところが出てきちゃうんですね。である意味4日間37.5度でそれにこだわらずにやっぱり保健師さんがやり取りして聞くわけだからやっぱりそのプロとしての目利きがあるんじゃないのと思うんですけどそうするとやっぱりバランスが崩れたりとかすからまあ一回示されるとまあんですかね 地方公務員の方々っていうのは、ある意味で真面目ですね、えー。クソがつくほどクソ真面目、バカがつくほどバカ正直みたいな人もいてですね、一回決めちゃうと、もうそこからですね、こう、あれしないということが出てきちゃうんですね。でそういうことでいろいろあったっていうのは分かります。ただ、だいぶ処理能力は増えてきたというんで、まあ、今は、あのそんなトラブルは聞いてないですが、これから、 あの数が増えてきたときに、えー、処理能力を超える数が出てきたときにどうなるかっていうのはあちょっと心配なところありますね、うん、ありがとうございました時間がちょっと過ぎてしまいまして申し訳ございませんでした今日は田中亮杉並区長にお話を伺いましたどうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました